ヒコロヒーは、日本のお笑いタレント。女性、愛媛県出身。小畜芸能所属。愛称、ヒコ、ヒコちゃん、ヒコさん血液型 AB 型。身長165センチメートル。M-1 グランプリの影響でお笑い好きになる。しかし、最初は芸人になる気はなかった。高校3年の時にガソリンスタンド社員として採用が決まり。 そのまま就職するつもりでいたが、親の強い要望で、大学受験に臨み、一校だけ受験して合格した、近畿大学文芸学部芸術学科に進学。大阪の大学を受験したのは、南に憧れてという気持ちもあったという。大学では、落語研究会に所属。下振明星の二人は、学生時代からの付き合いである。大学二年生の時の大学祭で、 落語研究会の先輩に頼まれて出演したお笑いイベントで落語ベースの一人コントを披露。それを見ていた小竹芸能のマネージャーにスカウトされ特待生として授業料免除で小竹芸能を大阪養成所入り。最初は芸人になるつもりはなく大学卒業後映画かラジオの現場スタッフの仕事をしたいと考えていて小畜グループは映画を制作しているので人脈面でも 有利になると考え入所。同所卒業後に、小畜芸能所属となる。小畜の初舞台の前に芸名をつけ、この芸名には特に意味はなく、2秒でつけたという。ただ本人はもともと、直角がいっぱいある文字が好きで、それを寄せ集めてできたのが、ヒコロヒーだった、と話している。養成所時代には、先生と喧嘩したために、事務所ライブに出られなくなったこともあった。最初は、 大阪を拠点にして活動、道頓堀角座などで、多い時で月に15から20本のライブ出演をこなす。2013年12月1日に、道頓堀角座で初の単独ライブ、ヒッコロコメディショーを行う。芸人活動と学生生活が全然両立できなくなったことを理由に、大学を2013年春に中退。大阪で3年間活動した後、 場所を変えて、自分の笑いを試して勝負したく、状況。2014年4月から、松竹芸能東京に所属。一本グランプリへの出場に向けた、全国一斉大喜利ペーパーテストを勝ち抜き、本戦への出場枠をかけ、第1回、一本スカウトに出演。MC のバカリズム、おぎやはぎのぎ、バナナマンしたららから高く評価された。第11回、本スカウトでは、 最終決勝の5人の回答者に選出された。大喜利に関しては、大阪時代の3年間、ずっと負けてるなと思ったことがないと言い、一本グランプリ本選出場を逃したことにも、悔しさを表すコメントをしていた。女芸人ナンバーワン決定戦ザ W では、2017年、2018年、2019年、2020年の4年連続で、準決勝まで進出。 R-1 グランプリ2021準決勝、進出、ありがとうございます。